と強くなってきた。ピエーピエー、本当になんか25回ぐらいまで雨降んなかったんですよね。あ、本当ですね。あのガチ土砂降りみたいのは。はあ、また最後尾くらいじゃないか。ありがとうございます。本日の抽選番号212番ということで、多分またやってますねちょっとまあ今日めちゃくちゃデータ取って考えては来ているんで、もうクソバン対策いきます。はい、やべクソバンしちゃったクロセルイの街道マンディナー。おはようございます。こんにちは。店内やエスカレーター発信発にゆっくりとお詰めくださいませ。こんばんは。まあ、ちょっと今日もほぼほぼ後ろの番号からの入場なんで、まあ、もうこれしか狙えるとこ取られないかなということで、はい、こちらから打っていきたいと思います。よろしくお願いします。クロセルイの階段マンディナーめちゃくちゃ振りづらい、課金すら言えなかった、はい、どうもおはようございます。クロセルイでございます。めちゃくちゃ雨降ってて、あの本当にもう撮る場所がなくて、あのいつも室内撮るときね、あの空いてる場所で撮っているんですけれども、ちょっと通路の邪魔になってしまうのでね、朝なんで大変恐縮なんですけれども座りながらオープニングということで、はい、第39回でございます。220ちょっとの間で219番かなというわけで、はい、今鼻で笑ったかおいほぼ最高ピット、あのあれ前回もだってあれあれ前回もだった、まあもうどうせ私のことだから悪番引くだろうと思って、こう悪番対策で考えてきた台話しよインデックス、グランベルブ、ダンマチって考えてきて、まあ今日もちょっとね個人的にはスマスロ強いかなと思ってるから、まあ、インデックスを取りました。はい、で、ただいまの操作前、まあ、勝率が、はい、37戦19勝の 51.35%、はい、操作前が1000じゃねえ1万2830枚ということで、はい、まあ、まだまだなんとか、はい、なんとか一応1万枚以上はいるんですけれども、うん、まあ、ちょっとこの引きだとこのまんまだと1万枚切っちゃいそうだなっていう恐ろしさを感じております。真面目にこう効果のある神社に行こうかなとはちょっと思ってはおります。はい、はい、というわけで、はい、本日もよろしくお願いいたします。すいません座ったままでパチガブタレントのクロセルイが玉枚数プラス77777枚を目指してガチで勝利を目指すシンプルなルール。プラス3枚が規定ゾロ目数を超えるとなんと嬉しいご褒美が。小さな枚数でもコツコツ貯めて頑張るぞ。はい、おはようございます。それではドアルマ術のインデックス打っていきたいと思います。よろしくお願いします。お、いきなり1ゲーム井上が、まあ、早速井上速を引いたんですけど、そうか最初のこのステージ終わってからか。お、レイアップでバー狙ってスイカマレス打ってきたら中リール、右リールどちらもバーでフォローしましょうって言ってもね、本当何回前だ、なんか4回前くらいに、うん、インデックスのね、うん、あの虹色藤丸コインくん、はいね、藤丸コインくんじゃない、藤丸くんコイン、ね、出てるからね、はい、お、イノーポイントの獲得とりあえず、せっかくなかなか本当にこのベルトタウンは出てこないんで、いや本当そうよね、まあ、3人目だから出てきたのかなって、うん、マルチケルスイカ引きたいね、スイカだ嬉しいスイカでもねミッション経由だったんで、うん、そうですね、ブレイクバトル行きましたね直接、ラッキーレーチャンスゾーンブレイクバトルです。早い早い、今回は折り雨にトムソン真ん中ですね。で、公約引くことで攻撃はリプレイ強化なんで200も与えられましたね。で、奇数は安全なんですけど偶数の時に公約引けないと、ダメージを食らってしまうかもしれないと、そちらがゼロになったら負けです。大ということで、お、ああ奇数の時に引いちゃってる、
帰省の時に引いちゃってる。いやー、ちょっと待って。あ、おいしょ。耐えた。頑張れ、攻撃しよう。あ、ナイス。いいレンチャーで攻撃してくれ。もう一回。あー。避けてー。あー、避けれない。ということで、残り300だったんですけれども、チャスト失敗ということで。無事っすね。あ、よかったです。インデックスも埋まりました。埋まりましたね。埋まりました。いやなんかもうこの台しか意見空いてないと思ってきたけど、うん、あの私の後ろの後続がいないもんだからあのそれ以降に座ってこらっしゃる方がいなかったっていう。結構この台規制ゲーム踏んでてもあの夜の学園都市っていう、まあ、前場チャンスゾーンの前場ステージに行かないこと全然あるんで、まあ、逆に言えば夜の学園都市行ってくれれば、全長ステージ行ってくれれば、まあ、もしかしたらチャンス B の可能性はあるのかなということで、まあ、200ゲームでとりあえず今は夜の学園都市に行くことを祈ってます。あ、夜の学園都市行ってくれた。超嬉しい要素の一つではある。あ、右へ移動してくれた。あ、結構いいんじゃないかこれ。あんな右に行くことなんてない。めっちゃ水が引く。スタート。よーし、ワンチャンチャンス B ある、うん、あんまでも本当に行かないと思うんだよな。今どこ、バトル相手は一番強い垣根定着ってことでかなり絶望的ではあるんですけれども、よくフレンダが来るわね。一応仮にチャンス B で200ゲーム天井だったとしても垣根定着出てきます。復活で勝つみたいな感じになるのかな確か。頑張ってる。まあ、ここでやられるけど復活してくれれば。あ、復活してくれない。あ、純粋に踏んでた、ね、あ、正直あの今絶対にチャンス B だと思ってた、うんね、だって今までこの流れで入っていかなかったことなかったもんね。ちょっとアイキャッチが弱いんで、はい、モード B こそですね。モード B か、まあ、チャンス B 蹴ってる時点でチャンス A が 12.5% くらいしかないから、うん、まあ大体モード B になっちゃいますよね、まあ、モード B 一応モード A と一緒で999天井なんですけど、はい、一応600ゲームのとこでかなりチャンスが解除のチャンスがあるんで、うん、あー今までずっとスイカばっかだったくせについにチェリーに変わりやがったあのこうやってね、あの噛み合わせが下手な人間を打つとこうなります。ひどいなー今 4,5 連続くらいで噛み合ってない気がする。ひどい。はずれー。このなんか弱レア子役引いた時のこの煽りっていうのは一応 TGC って言って東京ガールズコレクションっていうこのポイントですね。こちらをこのキャラのポイントを貯める抽選を、抽選をじゃないキャラのポイントを貯める特化ゾーン的なものに。お、周りが光った。あ、これ強チェリーなんじゃないか。あ、強チェリーですね。あ、ここのリプレイダメだったな。あ、ダメっぽい。
にオーナイス出る。高い攻撃いいよー、ナイス。頑張れ、あと300だぞ。じゃあ約追加300入らんか。おああチャンス目か。おパーボールブレイクだったりしないかな。なんだね500、あれ今300だったよね。あれオーバーブレイクって確か300ダメージ以上だよね。200オーバーだからダメだね。いやー惜しいなー。あ250の余剰ダメージの数だから250ギリギリ足りてないあと50ダメージ削れてなかった。いやでも全然倒してくれることが大事だからね。ということで121ゲームの、投資が、13本です。一応累計でいうと342ゲームです。あー美咲ちゃん、あいい安定のステイル。親の顔よりも見たステイルマグヌス。ここから頑張って持ってもらって、あはは、おい、いつもの100枚でも私あんまりセールで100枚だったことないかもしれないな。いつものとか言ったけど こういう人だと思ってますね。私はなんかこういう人じゃない気がしてたんだけどついにこういう人になってしまったこの AT、AT 中で声だけ引くとこの神の右席バトルというものに来まして、こちら、まあ、前方のベントで一番強いんですけど、勝ちますと上乗せは、もう一回ストックを、もう一回上乗せ特化ゾーンやらせてもらえるストックをもらいますということで、リプレイを引きたいです。一応なんかカウンタ的なものがあるらしくって、負けましたね。もともと勝利カウンタを1とか持ってる状態だともう何も引けなくても勝てるらしいんですけれども、それ以外はもう基本的にはだいたいリプレイレア公約引かないと勝利カウンターがもらえないので、勝利カウンターが目に見えるわけじゃないんで、ただなんかその勝利カウンター1持った状態であのバトルに行ってくれるっていうキャラもいるんで、そういう時はあもう勝利カウンター1あるという、その状態でこうリプレイとか引いたときに、ああ今勝利カウンターゲットしてくれてたかなみたいな、そういう風に楽しむのが結構好きです。でカウンター多ければ多いほど確か上乗せ枚数とかもらえるものが強くなったりするんで、まああの駆け抜けそうな駆け抜けそうなものには無縁のあれだったんですけど、ここは最後リプレイを引くまでは続くって言おうと思ったんですけどダメでしたね。リプレイ速攻引きましたね。あ今白だったので基本は掘りませんと。でそこから またさらに扉を開いてくれる抽選をするんですけど、まあ、基本的に開かないですと、134枚終了のデフォルト画面ですねというまでのが、まあ、一連の流れでございます。ありがとうございます。さあよかった、何も来ない。あーダメか、ダメなしだった。250枚ということで、283枚、偶数したらだっけな、はい、ということで571ゲーム決勝バーストです。まあ最初分割してくれたおかげで10ばっかだったけど280枚ということで、はいというわけで348枚終了です。1ゲームだけますか。はい、じゃあね移動先を探したいと思います。はい、はいはい、では、パチスロエウレカ7、ART の方を打っていきたいと思います。結構今メダルキーの設定狙いも今の状況ならありだなと思ってて、ちょっと細かくは言えないんですけれども、まあちょっとその私の目をつけてたメダルキーの中でグランベルムと、まあ一応あまあエウレカもちょっといいかもなって思ったんで、まだちょっと比較的怪我しにくいエウレカから打っていこうかなという感じで、
まあ、多分もしかしたらエフェリカちょっとなんかちゃうかもなと思ったらそのままグランベルムの方に移動できるかもしれないし、さあ3回チームですな。もう打ち始めて100回転ちょっとまだ弱中2回しか引けてなくてそれ以外マジで虚無だしベルなんか全然来ない気がして、うん、もうすでにやめたいもんね志が弱い。はい、それではもうちょっと疲れてしまったので久々にマッピーで癒しを得ようかなと思います、はい、マッピーねもうちょっとでなくなっちゃう、まあ今年にはねもう撤去されてしまう台なので。そうだよね、そうね、なのでまあその前にリベンジをしようかなと思いまして、まあ、疲れてると思うんですけど、あのひし形を成功させましょう今日は。そうです、ね、ついにもう癒してもらうという名目で、はい、このネズミをボコボコにするあの頼む、ボコボコネズミをねボコボコにしちゃいけないんだよ多分。あ、そっか、うん、猫の方なんだよ多分やんなきゃ、ね、猫の方やんなきゃいけないのかじゃあ猫、うん、でも猫は猫にそんなことできない、うんうん、そうね、代わりにネズミにボコボコにされてもらおう。ネズミが負けると当たらないのよね確かにネズコ、そう、いや違う、じゃあ私の意思じゃないってことはね、うん、今だけ私もこのちょっとマッピーのこのネズミの名前わかんないんだけどさ、うん、マッピーっていうのかな、多分マッピーっていうんじゃないのかなさすがにそんなことあるお前マッピーって名前なんだな。じゃあ今日あのマッピーになりきって、うん、猫をポコしていく。久々にコメントに触れますか、うん、コメントに触れましょうか。あ、うん、3までいってるあれ、ま、マフ言った瞬間にね、はい、当たりましたね言った瞬間当たりましたね、はい、わすごい、紫色だ。あれことはマッピーかな。確かに、あ、ん、あ、リプレイかこれ、やったやっとでもない。79ゲーム投手が39本です39本、はあはあ、あ、どうしようかな。延命はしないで、あの最後に来ちゃったらそれをやるって感じにしますか、はい、なんだっけ、スイカです。で、こうか、何だっけ、青7か、青7を中段に、ちょっと安心してるの内緒で、ね、ちょっと安心してるの内緒で、ね、頑張れ、これ頑張れ、これチラリやれ、やっちまえ、これいけ、やれ、ね、ズミが負けた、おい、やる気あんのかやる気あんのかいや、でもあれは私自身だから私が悪い私が悪い、あれは私だから捕まえられなかったのかな、うん、そういうことだ、私だから捕まえられなかったんだね、私が足遅いから。もともと 50m 走何秒だった、いつの中学1年生、中学1年生ですか、はい、中学1年生は僕あの早いですよ、え、10秒切ってますねあれ、え、あ、なんか、え、いや、まあ、あの、はい、早いってなんか6秒7秒台のこと言うんじゃないの、いや、一桁いったら早いでしょ、あ、なるほどね、うん、まあ、確かに確かに、
いやでも私もね、なんかいくつ、ま、何点なんその点までは分かんないけど、はい、まあ、あの9秒台だったね、はい、1回だけめちゃくちゃ足速い人と一緒に走った時だけ、はい、なんか 8.8 秒後半みたいな感じ、はい、それが今までで一番速かったあとはね、そんな 50m 走で、ね、測るのなんかね、ないもんね。ここ最近でやっぱあの一番コメントが多かった回っていうのが、はい、あれですね、ギアスを打ってる回なんですけど、この回の時は37リーグの話に触れてるやつですね。あ、はいはいはい、はい、なのでこの回があのやっぱりコメントがやっぱ40件近く、あ、はい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 、そうですね、もう皆様、コメントの方読んでいきますと、37リーグ参戦おめでとうございます。ありがとうございます。の場が広がりますね、さらなる飛躍を楽しみにします。ありがとうございます。もう一方、まあ、そのまま読んでいきますね。はい、ルイルイが37リーグに参戦おめでとうございます、頑張ってください。ありがとうございます。はい、もう皆さんやっぱほとんどの方がやっぱその37リーグの活躍を楽しみにしてますという方がね、やっぱりいっぱいおりまして、はい、どんどん名を上げてファイトと。ありがとうございます。若手女性の中でもナンバーワンですね。いやいやいや、もうそんな恐れ多いです。ありがとうございます。三方陣から指名されるってすごい。ただ個人的には水木さんと絡みを見たかったから残念っていう方も。そうですね、確かに水木さんと、まあ、三原さんと水木さんと3人ですごい仲良くやってたって感じだったんで、そうですね、確かに水木さんとの一緒のチームだったらどういう風になってたのかなっていう、なんか想像もやっぱしたりはしますね。うん、私の中でのなんだろう、もうアルマダイナムというチームに入ってるからなんか決めたことなんですけど、自チームのことをさん付けで呼ぶプロ野球選手とかプロサッカー選手っていないじゃないですか。はい、なんで、まあ、むしろ逆に呼び捨てで呼ばないと失礼かなって思ってるんで、一応他のチームさんにはさん付けで行くんですけど、まあ、もう自分のチームはね、アルマダイナムって、もう私もルキワクだけど同じチームだぜってことでね、こっちの方が良かったねこっちじゃなんかちょっとちゃうなまあこんな締まらない私ですけれども、そう思っております。いや、やっぱなんかちょっとなんだろうな、自分自身でも五感が一瞬んって考えた時あったんですけど、いや、よくよく考えたら、おかしいよなみたいな。だって大谷翔平選手、自分のことをドジャースさんって言わないもんな、エンゼルスさんとか言わないもんなと思って、まあ、っていう指摘を一回受けたっていうのがあって、まあ、でも逆に考えてみろよ、さん付けしたら失礼だろっていうのを思いの胸を今ここで打ち上げました。まあまあ、でも逆に言えば、まあ、まだその私は一応アルマダイナムの一員だとは思ってますけれども、まあ、そう思われてない方もいるのかなとは思いましたね。そのさん付けしろよってことはイコールそのチームの人だと思ってないっていう風なとらわれ方もしてもしょうがないじゃないですか、人によっては、うん、なんであの胸張ってね、ちょっとアルマダイナムの一員だっていうふうに、私も一員なんだぞっていうのをこうなんですかね、アピールできるようにまず勝ちたいですね。そうですね、まず勝ちたいっす。結果で黙らせてやりましょうって言って、そういうね、フラグ立てとくとね、ボコボコに負けるんで、強いことは言いませんダメですダメです強いことは言いません絶対に私の運だから負ける、そういうまあ、でも、なんだろうな、こう立ち回りというものを見せられたらいいなとは思いますね。状況の中で座れる、まあ、最善のラインを見つけて打っていくっていうことができたらいいなとは思ってます。まあ、一番はね、4番引いて狙い台座って、その狙い台が合っているってことが一番ですけれども、まあ、あとは抽選悪かった時ですよ、今日みたいな。よかったら棒振りね、よかったら棒振り行こうかなって、まあ、ちょっとその設定根拠的にはちょっと微妙いところはあったんですけど、まあ、でも6台置いてあって、まあ、設定的に入れやすいかなっていうのと、まあ、純粋に私が
あの棒振りめちゃくちゃ好きなんで、まあ、そんな怪我しないしね棒振り、うん、すごくいい台棒振りマジで。まああの言っちゃうときはまあねマイナス2000枚とか言っちゃうこともあるかもしれないけど、まあ、基本的にはその結構ギザギザして楽しませてくれるみたいな感じのにピック加えて一撃性のあるみたいな台なんで毎回乗るみたいなやつですか、はい、超強いやつです。やばあーおーやばアピーランドもらってる、はい、ちょっと台交換しますかってあ当たったんじゃないかこれリーチ目な気がする、リーチ目だと思います。お滑ってきた滑ってきた、あってことはあれ私がミスった目押しマッピーでよーし、はい、223ゲーム投資が40本です投資が40本です。増えていい、増えてます、ちょっと一回練習しよっか、あ、無理そうかも、あーよかった、でもこれも練習ね、あ人を締めるダメ今度こそちょうだい、マッピーラウンド、よこせ今度は本気じゃん、ほらー食らえ、うち絶対 100m 走なんか16秒くらい16秒、あ、なんか下が消灯し、てか点滅してる、結構期待度高かったんですよね、それもうパーセント忘れましたけど、チェスチェチェスチェを狙ってからの、あ、おなら後ろおなら、あー、ただのスイカー、え、そんな、あ、当たってそう、ハートが出てる、あー、あ、いや、ビッグボーナスでゲラボーナスつきました、やったスイカってビッグなのかな、あ、確かに、こんなの好きになってるな、冗談で揃った、あーマッピーが良かったな、あー確かに19ゲームのスピンです、いやまあまあ当たってくれただけね、必死にひし形の練習しよう、必死にひし形の練習、ひしひししとるわ、できたなあ、まるでダメ、ゲット26ゲームです、やったーラッピーランドね何にもなってなんか、うん、特にカットインみたいなの来なかったもんね、うん、なんか私のマッピーランド一生外れ目なんだけどなぜだなぜだ、引けて嬉しい確かにちょっと下振れてましたもんね、ずっと下振れした、終わりました2ラウンド92ゲーム、夏用ユニフォームが、はい、作成してあげてっていう方と、はい、あと逆にありがとうなく私服シーズンいいと思いますっていう果たしてこれはどちらが、類似的にはどちらがいいでしょうか、どちらがいいでしょうか、うん、なんかねどっちもメリット、うん、デメリットがあって、うん、私服だと毎回選ばなきゃあかんみたいなのがあって、でもその代わりそのなんだろうな自分の好きな服を着ていけるとか変わり映えもすると思うし、なんかそういったものでは
私服いいねっていうのはある。逆にユニフォームだともうずっと固定だからめっちゃ楽だけど、あの1着しかないのであの汚してしまったらまずいこれみたいな感じで、まあ、生地も生地だからね、正直クリーニングに出さなきゃいけないのよ。そうかもね、あるしね。そう確かにね、うん、しばらくずっとあれだったもんね。そうで、まあ、ある意味変わり映えしないっていうのもいいとは思うんだよね、うんうん、だからどっちもなんだろうね、うん、こういいところ悪いところがあるみたいな感じで、うん、ただね個人的にはまあもう正直、うん、なんか どっちでもいいっていうとちょっと違うけど、なんだろう、まあでも本当になんか運営さんが望む通りにって感じかな。まあでもこの番組でじゃあ夏はとりあえずまだ夏服作るあれはないんですもんね。あ、もうあの、ね、多分今後もないと思う。ないですね、うん、じゃあ私服を楽しんでいただいて。あ、そう、私服を楽しんでいただいて、はい、37リーグはユニフォームですもんね。あ、そうです、もちろんです。そう、もちろんです。そちらのユニフォームを、はい、楽しんでいただいて感じで夏は、はい、なんで誰か助けて、助けて。事前終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ため息だけ。朝一、私、まあ後ろからまた15番目とかかな、はい、まあ後ろから数えたらすごい量番なんですけれども、はい、まあ、またしてもね、2回連チャンで悪番を引いてしまい、はい、スマスローインデックスを取りまして、まあ、ダメで、その後いろいろ移動して最終的にマッピーにたどり着いて、はい、マッピーにたどり着いて打ったんですけれども、はい、もう何も本当に何の何も見せ場がなくということで、はい、いやでも頑張ったんだよ。頑張りました。頑張ったの。頑張ったけど、うん、いやね、もう私のここが悪い。私のここが悪い。ちょっとね、インデックスの時だけはね、左手もちょっと調子良かった気がしたんだけど、左手はそう、あとはもう全部ね、左手調子良かったかなとか思って打ってたけど、全然何もうんともしてもらった。はい、そんな私の、はい、投資が、はい、今日の本日の投資44,046枚換算で2024枚、回収が0枚ということで、ジャスト、はい、マイナス2024枚です。イエーイ、2024年おめでとう。サンキュー、2024年にサンキュー。イエーイ。いや、そのための2024枚だから。いやー、まあ、なんかね、いやー、棒振りが出てるんよ、マジで。マジで私ほんと多分棒振り結構詳しいんすよ、今の私。棒振り悔しい。あー、今日は両番だったら行こうと思ったのに。まあ、そのあんまり設定的な自信あったわけじゃないんですけれども、まあ、結果的に入ってるのを見ちゃうとやっぱり行こうと思ったんで、うわーってなります。はい、まあね、でも、はい、何事にも、はい、サンキューということで全然言ってないじゃん、そういえば前回あんな言ってたのに全然言ってないよ、サンキュー。いや、だってもうサンキューの逆でしょ、今日。もうサンキューな会に行ってきずに申し訳ないです。あの、ここまでね、見てくださった方多い、なんだよこの結果、ふざけんなって思ったかもしれないんですけれども、一番最後思い出したようにこの遠いサンキュー会だったんですけれども、はい、そうだな、まあ、あの、サンキューって思ってくれたら高評価とチャンネル登録の方お願いします、はい、そしてサンキューって思ってくれた方はよかったら私とひこたまと、スイセブンパチカムさんのチャンネル登録者でやX のフォローの方もよろしくお願いします。キューよろしくお願いします。キューというわけでね、はい、本日はこの辺で終わりたいと思います。サンキュー、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 39回言っとくか、サンキューって。はい、いや、それもうフェードアウトだから言っといて。じゃあ言っとこうか。ここまでご視聴くださりありがとうございました。サンキュー、ここまでご視聴くださり、サンキュー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 、いいのか、本当にこれで、サンキュー。おい、おい、みんなフェードアウトしないで、サンキュー、サンキュー。